1000馬力級の GTR はエンドレスから。今回こう峠は初めてなんですけど、まあ、とにかくストレートが短いのでタイトなコーナーなんで、まあ、車重的にもちょっと不利なんで、3.8 の強化エンジン、単造ピストンと1段面、あとクランクはノーマルでやってます。まあ、ブースト普段は2キロぐらいはかけて走ったら、まあ900オーバーぐらいは出てると思います。パワーがちょっとここまでいらないらしくて、まあ当然だと思うんですけど、でブーストも下げて減衰力を柔らかくして、あと低圧の調整したぐらいで、まあこれぐらいじゃないですかと。ただタイヤがぬくもりきらないんで、デフはフロントもリアもカーボンのデフを入れてますけど、機械式だと押されてアンダーがよく強なったので、逆にカーボンを使った方が曲がるかなと。初めての峠を君や青年はどう乗りこなすか。今日乗らせてもらった印象なんですけども、パワーは900馬力や980馬力ぐらい出てるんですけども、まあ、今回僕も峠初めてっていうことで、まあ、どうなるかなと思ってたんですけども、これだけパワーがある車でも、足のセットもしっかりと出ていまして、乗り味ですね、印象としてはマイルドな印象を受けました。でパワーに対しても、ブースト圧を下げていただいて、まあ、その唐突の動きもすることなく、サーキットで車を、作り込んできた車なんですけども、ストリートでもサーキットでも両方、まあ、行けますよという印象を受けました。初々しくでいいね、山田さんみたいになんないで新人です、よろしくお願いしますガッチガチのサーキットマシンで登場は柿本レーシング。長らくオプションで追いかけてきた極上のアタック車両を訪ねて大阪は堺市へ。幸運にもたまたま車種台でセッティングをするということで早速見学。この車はタイムアタックで速く走るということも一つなんですけれども、柿本レーシングの技術の継承を目的として、うちの代表の柿本のこれまでの技術経験ノウハウというものを僕たちに継承してもらうというところで車の製作に当たりました。ボディ作りからまず始まって、フロントのフレームっていうのがちょっともうない車だったので、パイプフレームでフロントのフレームを作って、そこからスタートしてます。でそこからまたサスペンションのアームとか、あと足回りについても、自分のところで製作の方をしています。エアロパーツについてもこれまでの経緯で何回か、形状を変えてるんですけども、オリジナルでエアロの方の製作を行っています。エンジンについては、C30A の3リッターのエンジンをベースに 3100cc まで排気量を上げて、圧縮を 12.8 ぐらいまでに上げてエンジンを製作しています。給排気については 48π の6連スロットルになっています。駅間にマフラー全てオリジナルで製作の方を行っています。制御についてはモーテックの M800 で行っています。ギアボックスについてはシーケンシャルのレーシングギアボックスができていたので、そちらのシーケンシャルミッションを搭載しています。シフトカットというのを行って、アクセルの全開のままクラッチを踏まず、シフトアップができるような設定になっています。シャーシダイナモでセットアップの方を試行錯誤しながらやってます。セットアップもだいぶまとまってきたので、これからサーキットの方でテスト走行を行っていきたいと思います。
向かった先は関西チューンドカーの聖地セントラルサーキット。ここへマシンを持ち込むということは乗るのはやっぱりあの人ですか。出た。いやこれ大体 NSX ってしかもチューニングカーサーキットで走らす車、何公道デビューってどういうことなんですか。何考えてるんですかあの怖いおっちゃん。大体雑誌のこう裏表紙に載ってるマフラー屋さんでしょ。大丈夫ですか。何かあったら僕怒られるん嫌よこれ。俺も大概むちゃくちゃやけどあのおっちゃんには負けるからね。勝てない。柿本海ってこう書いてあるね。柿本のおっちゃんです。いやまああの怖いおっちゃんのこの車やけどね、ちょっと真面目にねやりたいと思います。 NSX で行動スーパーラップなんで、ちょっとねこうあんまりシビアさを出さないように、それに見合ったセッティングをちょっと考えながら、まあ僕が乗るみたいなんで、真面目に乗りやすい車にしたいと思います。普段よく喋る男もいささか緊張気味か。ディフューザーが脱落しピットへ帰還。いや俺のせい違うもん。俺ただ踏んでただけやもん。いやいやだ、いや俺踏んでただけやもん。だから踏まんかったら踏まんかったで怒るやんか。なんかこれで怒られたらもう俺勝負上がったりよ。結構スピード出るんで、こういうリップスポイラーとかね案外こういろいろテストしながらやっぱり角度とかを決めていかないと、まあまあこう引っ張られて落ちることが多いんで、皆さんも気をつけてください。この嵐山で飛んでいくよこれ。落ちたらね、やっぱテストしないと車は。俺で十分でしょこれ、ね、いいコメントもで真面目なコメントもできるし面白くも話できる。山田さんといい加減さん面白くないもんだって。アタックはもちろんイーリが担当。峠を全開走行する柿本 NSX は超刺激的。ミッドシップってそのステージによってこうセッティングがこう結構大幅に偏るんですね。割とワイドレンジっていうのは難しいんですけども、まあこの車もねやっぱりここまでやっちゃってるんで割と今日ストリートきつかったです、はい、ブレーキとかもマスターバックなしであったり、まあ、そういうサーキットに走るまあスペックになってあるんで、こう他の車とこうパッパッパッと乗り換えていきなりこの車を、ポテンシャル引き出すっていう乗り方っていうのは、まあ、特に難しかったっていうのもあるんですけども、冷えたタイヤで出ていくっていうのはミッドシップ一番不利やと思います。前が軽いんでフロントタイヤがぬくもらない。まあその中でもね、まあ、この車 NSX、まあ、唯一の今日ミッドシップかな、まあ、それをね楽しむことができましたんで、はい、路面がバンピーなんでちょっと気使う、うん、気使っちゃいました。はい、あのするんじゃないかなとかこう当たっちゃうんじゃないかなとか、幅も広いんでねあんまりガードレールに寄せると擦るんじゃないかとか、まあいろいろなこうこと考えながら、走りましたけども、とりあえずは形変わってないんで良かったです。